はい、どうもコミです。さて本日はこちらの GS さんに来ています。今日ね、話していきたいのはサービス終了編成というやつなんですけど、これ名前聞いたことありますかね。いわゆる、ネクロとかゴレー、あとボーラーとか、まあそういったユニットをドバッと出して、で、一気にもう序盤に全部のユニットを出しちゃってから、あと呪文をパパパッと打っていって、前回まで繋げていくっていう、そういう戦術。ユニットを最初にもうドンと出しちゃうんで、タイミングを測る必要があんまりなくて、まあそういった意味で、簡単にできるというところから、クラクのサービスが終わっちゃうよ、この編成が強かったら、という意味で、サービス終了というふうに言われてるんですけども、実際そんなね、簡単に決まんないんですよね、これ。実は裏にはめっちゃ緻密な計算があって、プランニングがあるんですけども、まあ、本日はね、こういう特徴の村に対しては、これめちゃ刺さるんじゃないのというね、そのパターンをちょっとお話ししたいというふうに思ってます。結構ね、パターン化できてる攻めが、3本続いてるんで、これは、まあ、パターンって言っちゃっていいんじゃないかなって、個人的には思います。はい。で、やっぱね、この攻めといえばね、GS のジュンクさんがやっぱ日本のもう第一人者っていうか、もう世界でも多分第一人者ですよね。それを早速見ていきましょう。合計3本ジュンクさんのこの旅集、見ていこうと思ってるんですけども、まずはこんな回廊タイプですね。で、この村に対して、スパジャイネクロボーラーっていう形を取ってます。で、このネクロを使うかどうかってところなんですけども、マルチインフェルノにやっぱり注目すべきかなと思います。個人的にはマルチインフェルノってユニットがターゲットを取ったら、それでネクロへの本体のダメージを回避できるとか、そういうタイプの防衛じゃないんですよね。5つ、レベルマックスの今、状態だと6つかな、ユニットを同時にターゲット取っちゃうんで、簡単にこのマルチインフェルノ回避できないんですよ。ネクロマンサーがスケルトンを出しても、ネクロ本体が避けられちゃうんですね。どうしても。6つターゲット取っちゃうから、同時に。なんですけども、今回話をするこのね、ライトニングクエイク、これで、アドバンテージが取れる場合っていうのは、結構その限りではないというところで、今回のアタックですね。後ろ側、こっち側の、投石機マルチインフェルノ、クロスボウ、ここにクエイクライトニングを打っていって、で、これを壊します。で、手前側だけマルチが残ってるんですね。で、投石機も手前に残ってる。で、そこさえ突破しちゃえば、あとネクロマンサーの天敵になるような防衛があんまないっていう、まあそういう特徴の配置なんで、こいつに対してはネクロマンサーを刺していきます。一気にですね。で、ほら、これ投石と、マルチインフェルノ のダメージがネクロに入ってるんですけども、序盤にトームをこう使えることによってネクロ本体をトームで守って、で、その間に、ユニット本体で、このマルチを壊していくというパターンですね。で、これね、おそらくウッドランチャーがこのマルチインフェルノにダメージ入るように出したところが出せてなかったんじゃないかなと思います。なんで、壊すタイミングがちょっと遅れちゃって、そこフリーズで今カバーしましたね。で、レイジは常にこの攻めの場合ターンホール壊すのに使います。これから3本見てもらうんですけども、ライトニングクエイク序盤に打っていって、ユニットドバッと出して、ウッドランチャードーンって出して、で、レイジは必ずタウンホールなんですね。で、トームは先に打っちゃうんですよ。トームは先に打って、レイジは必ずタウンホール。で、フリーズは適宜ですね、ここは。これはね、もう適宜と多分言わざるを得ないんだと思うんですね。クラクラって、僕今すごいスランプにハマってるんですけど、困るぐらいのスランプに。そういう時特にそうなんですけど、攻めをね、細かいところまでプランニングしがちなんですね。だけど、でも細かいところまでプランニングしちゃって、どうしてもユニットの流れって思ったようにいかないことが、まあ、主なんですよ。ほとんどなんですよね。そういう時にある程度、この呪文は様子見ながら使いましょうっていうぐらいの気持ちで呪文残しておいて使っていかないと、やっぱね、臨機応変さが欠けてしまって、結果的にうまくいかないってことがよくあるんですね。なんで、フリーズはある程度、アドリブで打っていくっていうパターンになってるんじゃないかなと思います。ただ1枚はタウンホール止めるっていう仕事が多分ありますね。これ見てるとみんなそうなんですけども、レイジ打ってフリーズで固めてる間にタウンホール壊しちゃう、でタウンホールの仕事もほぼさせないというパターンになっていきます。そして1本目ね、ザクッと今その攻めの共通点みたいなところをお話ししたんですけども、序盤にライトニングクエイクでインフェルの投石機、あとクロスボウをなるべく巻き込んで折っていく。で、ユニットはドバッと出して、で、ウッドランチャーヒーローを出していきながら序盤にトーム。で、レイジはタウンホールを壊すために打つ。フリーズもタウンホールに1個。残ったフリーズは臨機応変にというね、このパターン、全部に当てはまっていきますんで、ぜひね、これから残った2本も、それを意識しながら見てもらえたらというふうに思います。これはパターンがすごい強いですね。
本当。このタイプの村同じですね。ここ投石機の区画に投石シングルクロスボウっていう風にあります。で全部これシングルインフェルノですね。でここまずライトニングで壊していきます。投石機、インフェルノタワー、さらにはクロスボウを追っていく。で、その壊した区画ここになりますよね。このポイントは壊した部分から見てこういう風にユニットが誘導できるようなパターン、要は先が狭まるパターンなんですね。ユニットがこういう風に入ってきたとしてもここを壊れてるもんだから、これがまあいわゆるその流れをせき止める石みたいな形になるんですね。この壊れてる部分がもうユニットがターゲットを取れないからこっちに流れるんじゃなくてこういう風にこう流れてきますよね、こっちに、っていうような形でプランを組んでいくっていうのがこのジュンクさんの、ライトニングゴリネクロボーラーだったりこのライトニングイエティスパーチャーのパターンですね。でどうなのかな、今のパターンで言ったらシングルインフェルノが多いのでマルチがないからネクロでもいい気がするんですけど、多分ジュンクさん最近スパーチャーが使えるとき、そのスーパーユニットスパーチャー解放できてるときはイエティスパーチャーにしてるんじゃないかな、パターン的になんかそんな気がしますね。この編成をすごくよく使ってる僕は印象があります、このドバ出しする場合ですね。まあ地味にイエティって実はタンホール14になってからレベル上がってるんですね。なのでタンホール13の頃よりもやっぱり体力あと破壊力の面で結構、情報修正っていうか、まあ、そのレベル上がってることによる、数値の上昇が入ってるんで、多分イエティとあとスパーチャの組み合わせっていうのが今のおそらくジュンクさんの中で一つ、強い組み合わせとしてあるんじゃないかなっていう気がします。これもそうですね、綺麗に決まっていて、で、まあ、今回ねジュンクさんの攻めで失敗例っていうのも同時に取ってねお話できたらと思ったんですが失敗しないですよね、全部全開なんですよこのパターンで。だから多分村選びさえ間違えなければ多分いけるんじゃないかなこの攻め方っていう気がしていて、でその村選びのポイントになってくる部分がさっき言ったライトニングですね。このライトニングがちゃんと主力の防衛をまとめて壊せるかどうかっていうところに多分かかってくるんじゃないかなというふうに思います。これもそうですね。はい、ちょっと見ていきましょうか。どこにライトニングを打つか、これね僕こっちのマルチインフェルノかと思ったんですけど違うんですよね。ここに打っていきます。ここにこのクロスボウと、こうやった方がいいかな、クロスボウ2本とあと投石、これを壊すために、ライトニングを打っていくんですね。これちょっとびっくりしました、マルチじゃないのかと。でもよく考えるとここを壊しておくことによってユニットたちがやっぱり最後ねしっかりタンホールの方にこう集まっていくんですよね。だからこういう風にねこういう風にタウンに集まっていくんで、だからタンホールを終着点にしたこういう強気の攻めができるんだろうなと思います。これねうっかりユニットが全部最終的にこっちにこう分かれちゃってでタウンだけ残っちゃうっていうのがね一番最悪なパターンなんですけど、この部分壊しておくことによって、まあ、こっちはいいかもしれないけどこうはいかない、こう戻るっていうね形を作っておくというね意味のライトニングだったんじゃないかなと思います。これねジュンクさんうまいんですよね、ライトニング打つ位置が。昔からすごく僕すごいなって思ってるんですけど、すごくすごいなと思ってる、なんかちょっと変な日本語ですけどね、すごいなと思ってるのはユニットのね誘導が本当うまいんですよ。今回の話で言えばここからこう出してるんですね、この面でだいたいこれぐらいで、そうなってくるとこれユニットってだいたいこういう風に集まるんですよね。でここの部分に集まるんですよ。でこの部分に集まるときにこの30方面壊れているから集まってユニットがさっき言ったようにこういう風にそこから集まってから散っていくっていうパターンで、その散っていく先にタウンホールがあるからこれでちゃんと星には取れてということですね。でさらにロイヤルチャンピオン最後までこう、残して持ってます。なんでこのロイヤルチャンピオンできっちりタウンホールをケアするっていう意図もあって、でロイちゃんの無駄遣いをしないんですよね。序盤に出しちゃったりすると確かに強いんですけど、万が一タウンが残った場合にレイジープラスフリーズでタウン固めながらロイちゃんで壊していくっていうこともおそらくリカバリープランの中に入ってるんだろうなって感じがしますね。でそのまま押し切っていくという形です。この攻めもう一回見ましょうか。これちょっと時間があるからもう一回リプレイ流しながら全体の流れ把握したいですよね。やっていきましょう。
綺麗に決まってるんだけど、全部このパターンなんですよね。まずは、クエイク2発のライトニング6発を使って投石を狙います。投石を狙いながら、あとどれだけアドバンテージ持って、防衛壊していけるかってとこですね。投石にクエイクプラスのライトニング、これね、大工が、いると投石を回復したで壊しきれなかったりするんで気をつけましょう。で、スーパーウォールブレイカーで1層目の壁をちゃんとまず開けます。開けておいて、ユニットがここに集まるようにしますね。ここでもう序盤で一気に両サイドに揃えちゃったらもうどうしようもないんで、まず中央部分に入るべきユニットがそこに留まるための、形を作ってあげます。で、一気に面で出していきながら、トームをね、序盤の方で当てていきますが、レイジは当てません。これすごく重要なポイントですね。はい、このイーグルの着弾が入っているけども、イエディがしっかり耐えていって、で、まだまだね、この辺の火力薄いので、しばらくちょっと様子を見ていきます。で、防衛軍と当たっていきますね。アーチャークイーンがいるのでしっかり防衛を落とせるんですが、防衛軍、ロイちゃん、グランドボーデンゾーと当たるところで、一番これが序盤火力が上がるところなんで、ここでしっかりトームを打っていって、イエティたちを守っていきながらアーチャークイーンで刺していきます。まだレイジは使いません。レイジはしっかりタウンホールに取っておいて、キングがね、こっち方面にこう流れちゃってるのは、これはね、おそらく予想外だと思います。こっちにあえて入れる意図はなかったはずですね。で、これでレイジを打っていって、しっかりタウンホールをフリーズで固めていきながら、ダメージを受けているんですけども、なるべく受けないようにしつつ、アーチャークイーンには殴り壊していくという格好ですね。残っている人も結構な量がいて、今、賭博かな、これで全部スーパーアーチャーが、やられましたけども、でもそこまでスーパーアーチャーが大量に残ってるっていうのがもうすごいですよね。グランドウォーデン、アーチャークイーンの能力、ロイヤルチャンピオンも残しながらの全開と。いう形で、まあ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 ですよ。マジでオーバーパワーですね、これ。ライトニングでこういう風に大きなアドバンテージが取れるような村。今で言えばこの部分ですね。クロスボウ2機プラス投石機。で、2つ目のリプで言えば、これかな。これ。2つ目のリプで言えば、これインフェルノタワーも入ってたかな。投石機、クロスインフェルノが巻き込める。で、1個目のリプで言えば同じかな、マルチ投石、確かクロスボウだったと思うんですけども、っていう感じでね、ライトニングを打てる場所をまず探して、で、打てるような形が、ある場合にはそこに打っていきながら、今言ったパターンで、間違えました、ごめんなさい、今言ったパターンで、一気にね、ユニットを展開していく。で、序盤は、トームを使うだけに留めておいて、レイジはタウンホールに当てていく。で、残ったフリーズっていうのもタウンホールを止める。で、止めるのに1枚使うけども、それ以外の残りの枚数っていうのは全部アドリブで使っていっちゃうというパターンですね。この、形で、まあ、これだけね、タウンホール13のもうこれ乾燥に近い配置ですけど、が取れちゃうんで、この部分ですよね。投石、マルチインフェルノ、クロスボウ。取れちゃうので、このねパターンっていうのはぜひライトニング打てる場所ないかなって探してみて、あった場合には使ってほしい、そんなね、強い、編成と、パターン化された戦術なんじゃないかというふうに思います。はい、ということでですね、本日は、ジュンクさんのサビ集と言われるね、ドバダシ系の戦術を紹介いたしました。ぜひライトニングのしところを探しながら使ってみてください。で、こんな形で、僕のチャンネルですね、クラン対戦の解説の動画を中心にやってます。サンホール12、13、14。最近13、14が多いですけどね。を中心にやっておりますので、いいなと思ったら動画のグッドボタン、あとは、チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。